クリームチーズとロックスを添えたベーグル。アメリカのユダヤ料理とされる。ユダヤ料理は世界中に分布するユダヤの多様な伝統料理の集合体である。ユダヤ教の食のタブー、祭礼、安息日の伝統により規定されつつ何世紀にもわたって進化してきた。ユダヤ人コミュニティが定住した世界中の国々の経済、農業、料理の伝統によりユダヤ料理は 様々な影響を受けている。ユダヤ料理は、アシケナジム、セファルディム、ミズラヒム、イラン系、イエメン系、インド系、ラテンアメリカ系のグループに大別される。エチオピアから中央アジアにかけてのユダヤ人コミュニティの料理もある。1948年のイスラエル建国以降、特に1970年代後半から、初期のイスラエル多国籍料理が発達した。それにより、 新しい農産物や中東諸国の料理を取り入れた新ユダヤスタイルの要素が多く確立された。肉をカシェルとするためのアラジオどんな食べ物が許されるか、どのように準備するべきかを定めた食の正常規定はユダヤ料理に影響を与えている。カシェルの語はユダヤ教会律への適合を意味する。特定の食品、特に豚と甲殻類が禁じられている。 肉と乳製品を同時に食してはならない。敬験なユダヤ教徒は、カシュルートに適合した肉や、軽肉だけを食べる。肉は、ユダヤ教の戒律にのっとって、小兵とが承知し、血液を完全に抜く。調理の前に30分間水につけ、それから穴を開けた板に乗せ、粗地をこすりつけて、血抜きをし、1時間寝かせる。最後に塩を洗い流せば、肉は、 料理に使えるようになる。昨今では、肉屋やスーパーマーケットで購入したカシェルの肉は、通常すでに前日のような処置が終えられており、自分で水につけたり塩をまぶしたりする必要はない。カシュルートによれば、肉や軽肉は乳製品と一緒にしてはならないし、皿や調理器具なども別々にしなければならない。このため、カシュルートを遵守するユダヤ人は、 台所を肉用エリアと乳製品用エリアに分け、オーブンや皿や調理器具も区別する。財政や場所に制約がある場合は、乳製品に触れた調理器具を肉にも使用できるようカシェルする手順が存在する。つまり、バター、ミルク、クリームが肉料理に使われたり、肉と一緒に供されたりすることがない。代わりに、油、精進マーガリン、精製した、チーユ。 牛乳を含まない代用クリームなどが使われる。宗教的禁止令にもかかわらず、一般的にカシェルとは考えられない食べ物がいくつか、伝統的なユダヤ料理に取り入れられている。一例として、少なくとも19世紀以来、ヨーロッパのユダヤ人はチョウザメを消費してきた。魚のフライ16世紀、スペイン、ポルトガルのアンダルシアユダヤ人から広がったアシュケナジムの料理の多くは、 中央から東欧の寒冷気候に長年暮らすうちに生まれた。その一方で、セファルディムの料理は、暖かな地中海気候の生活に影響を受け、より軽いものになっている。それぞれのユダヤ人コミュニティごとに伝統的料理が存在し、その地の特産品を中心としていることもしばしばである。スペインとポルトガルでは、オリーブが日常的に取り入れられ、油で揚げる料理も多い。 例えば、英国料理としてよく知られる、フィッシュチップスのような揚げ魚の概念は、セファルディムのユダヤ人移民によって、英国にもたらされた。ドイツでは、シチューが、一般的だった。オランダのユダヤ人は、ピクルス、日清、バターケーキ、ジャムロールを得意とする。ポーランドのユダヤ人は、マッツァーボールのスープやロクシェンルードルと共に、魚に詰め物を押して煮込んだ料理を、 いく種類も作る。北アフリカのユダヤ人は、クスクスやタジン鍋を食べる。このように、アシケナジムにとっての安息日の伝統的料理は、ローストビーフ、ポットロースト、鶏、人参のツイメス、ジャガイモであるとされる一方で、セファルディムにとっての安息日の伝統料理は、サラダ、ブドウの初摘み、クスクスなど中東の特産品が中心となる。 エンマー小麦聖書の時代に広がった古代イスラエルの一般人の非常食は主にパン、穀物、豆類だった。食事ごとにパンを食べた。野菜は少量ながらも重要な食材だった。イスラエルの人々は春夏の季節にはヤギと羊の乳を飲みバターやチーズを食べた。最もよく食べられた果物はイチジクとブドウで季節に応じてザクロその他の果物やナッツ類も 食べられた。飲料の定番はワインで、時には他の発酵飲料も作られた。オリーブは主に油を取るために使われた。肉は通常ヤギや羊の肉で、祝賀、祝日、反栽など特別な機会に飲み食べられた。時に応じてジビエ、鳥、卵、魚も食べられていた。イチジクは聖書で何度も言及された果物の一つである。大部分は、 春の新鮮な食材を食べていた。果物と野菜は熟してから傷むまでの間に食べられた。人々は周期的に襲ってくる上や飢饉と戦わねばならなかった。十分な食物を生産することは難しく、時業を得た労働を必要とした。気象条件を予測することも難しく、できるだけ多くの食料を収穫して保存する必要があった。そのため、ぶどうから レーズンやワインを作り、オリーブからは油を絞り、イチジクや豆類を乾燥し、穀物を貯蔵して、いざという時のために一年を通して蓄えられた。古代イスラエル時代からローマ帝国支配の時代にかけて、主要な食材を入手可能なものに限定した料理が食べ続けられた。長い間には新しい食材が利用できるようにもなったが、それでも、 料理の特徴が大きく変わることはなかった。例えば米はペルシア時代にもたらされた。ヘルニズム時代にはナバテア王国との取引が増加して、少なくとも富裕層にとっては利用できるスパイスが増え、地中海からは魚が都市に輸入されるようになった。ローマ時代には砂糖キビがもたらされた。古代イスラエルを象徴する食べ物は、 紀元後70年の第二神殿破壊とディアスポラの後もユダヤ人にとって重要なものであり続けた。パン、ワイン、オリーブオイルは小麦、ブドウ、オリーブという古代イスラエルの主たる収穫物につながるものとみなされた。棚派でこの三つは人の願いに対する神の答えだとされる。特にこれら三つをうまく栽培して収穫するには季節の雨が不可欠である。パン ワイン、オリーブオイルの重要性は、祈りの場面でワインを飲み、安息日や祝日、結婚式などの宗教儀式でパンを食べ、安息日や祝日の明かりをオリーブオイルで灯すなど、ユダヤ教の儀式に取り入れられる形で示される。パンは主食であり、棚葉に置いても食事をとることを、パンを食べるというシンプルな表現で表す。このためラビの競技立法では、 パンを前に唱えられる祈りには、ワインとデザート以外のすべてを含めると定めている。パンは、小麦からだけ作られるとは限らず、大麦、米、雑穀、レンズ豆その他からも作られた。様々な果物も食べた。シャブオットの期間にはリンゴを食べるなど、祝日やハッ発車ーガーのような特別な機会には、特定の果物やハーブを食べる習慣があった。子供たちは、 特別に杉越しの日の夕刻にナッツといった穀物の方を受け取った。オリーブは非常に一般的で尺度として使われたほどだった。肉は安息日や祝祭日など特別な機会に飲み食べた。経験な信者は適合した牛を安息日に食べた。しかし食卓には他にも様々な種類の皿、副菜、スパイスが用意された。鹿、生地、鳥、 鳩の肉もまた料理された。魚は安息日を記念して金曜日の夕方に食べられた。塩漬けの魚はギリシア人やローマ人と同様ユダヤ人の間でもガルムと呼ばれ、小取引の重要な商品となった。大プリニウスはユダヤの立法に従って準備されたジェラムキャスティーモにある、すなわちコーシャーガルムだと述べている。特定の種類のイナゴも食べられていた。 卵は、その量が尺度として使われるほど、一般的な食べ物だった。食事の組み立て一皿目に酢漬けを食べて、食欲を増進し、続いて、メインの料理を食べ、ギリシア語で、シータローガンマイータミューアルファーと呼ばれるデザートで、食事を終える。フィコマンも、同様の意味で使われる。メイン料理の前後に、オードブルのようなものが出されることもあった。ワインには、 ミルラで風味をつけたり、蜂蜜と胡椒を混ぜたコンディテュムと呼ばれる香料で風味をつけたりした。ビネガーワイン、アマヌスさんやキリキアさんのワイン、サロンさんの赤ワイン、エチオピアのワイン、黒ワインなどがあった。特定のワインだけが胃腸に良いと思われていた。エジプト産のジトスと呼ばれるビールや、イッパラで作るビールのスピナレジアもあった。 飲み物のない食事は自殺を意味するとして、食事時に飲み物を飲むことは重要視された。ロクシェンクーゲル。中世、ユダヤの人々は広く離散し、その食生活の様相を系統立てて語ることは難しい。アラブ諸国では、ハリコット・グドレットの著者は、ユダヤ人特有の料理いくつかについて述べており、例えば、パスパグは、おそらくビスケットのようなものだと思われる。 祈祷書、シダー・アンダムによれば、有名なハローセとはこれらの国では、ハーブ、小麦粉、蜂蜜を見ると、ユダヤ人女性とユダヤ人家庭の役割の変化がよく、わかる。アーティーチョークのユダヤ風ユダヤ料理の起源は、世界中に存在するが、一般的には、イベリア半島や、北アフリカ地域のセファルディム、中東や中央アジアのミズラヒム、 東欧や中央のアシュケナジムのグループに大別される。しかし、ユダヤ人はしばしば長距離間を移住することもあり、また、ヨーロッパ南東部などのようにユダヤ人が定住した、結果、長い間に異文化の影響を受ける場合もあって、異なる料理の間にも共通部分が多く見受けられる。例えば、バルカンのユダヤ料理はアシュケナジムイコールヨーロッパと、 セファルディムイコールトルコの両方の影響を受けている。これは、この地域が、しばらくの間、オスマン帝国領であったことに由来する。19世紀に、アシュケナジムからパレスチナへの移住が増加し、イスラエルが建国されると、アシュケナジム、セファルディム、ミズラヒムのユダヤ人が接触することも増えて、中東の重要性が増し、すべてのユダヤ人の間にも地中海料理が広まった。 紀元教知られるアシュケナジムの料理は広くアメリカのユダヤ料理やイスラエルのアシュケナジム料理に基づいている。その一方でアシュケナジムのユダヤ料理の伝統の多くは東欧から生まれている。中世に西ヨーロッパを追放されたユダヤ人は貧困の中に生きることを余儀なくされ食材も制限された。料理は少ない材料で作られるようになった。 香辛料や味わいを深める食材も十分に使用することができなかった。これは、アシュケナジムの料理のいくつかが、セファルディムやミズラヒムの料理よりも味気ないとしばしば評される理由ともなった。魚人参のスライスとフレインを添えたケフィルテフィッシュカシェルの肉を常時使えないので、魚はユダヤ人の食生活に欠かせないものとなっている。東欧では、 特に安息日によく供される。魚は牛肉や鶏肉と同様にみなされていないので乳製品と一緒に食べることもできるが一部のセファルディムは魚と乳製品を混ぜない。魚は精進とみなされるとはいえ一度の食事で魚が供される場合、正当派ユダヤ教徒は魚料理だけ皿を取り替えたり洗ったりする。ゲフィルテフィッシュとロックスは アシュケなじムの定番料理である。ゲフィルテフィッシュはイリッシュ語で、詰め物を押した魚を意味するが根源である。伝統的な調理法は、まず魚のステーキの皮を剥ぎ、骨を外して身を細かく刻む。これに、みじん切りにして炒めた玉ねぎ、卵、塩胡椒、植物油を混ぜる。できたものを再び魚の皮の中に詰め、封をするというものである。 安息日にこの料理を食べるのは食事中に食べ物から骨を外すことが宗教的に禁じられているからである。フォルシマーク。刻んだニシンをらい、麦パンに塗り広げる。近年に商業的によく見られるのはポーランド風のゲフィルケフィッシュもしくはクネルに似たフィッシュボールで砂糖を加えたスープがほんのりと甘い。厳密に言えばこれらは 魚の詰め物というよりすり身に近い。この調理法は、サーブの前に魚全体をカットする手法よりも、皮から中身を取り出して食べる伝統を進化させたもので、ある。伝統的には鯉で作る料理だが、ケフィルテフィッシュは大きな魚ならば何からでも作ることが、できる。英国ではタラ、コダラ、メルルーサが、フランスでは鯉やカワカマスが利用される。アメリカでは、それに、 コクチマスのミンチも加わる。ロックスもしくはコクチマスとクリームチーズ、ベーグルの取り合わせはアメリカで伝統的なユダヤの朝食もしくはブランチのメニューとしてニューヨークのデリカ鉄線で有名になった。ホルシュマークは刻みニシンのことで安息日の前菜として定番である。皮を剥いで骨を抜いたニシンに片茹で卵、玉ねぎ、リンゴを加えてみじん切りにし、砂糖、胡椒、 少量の酢で味付けする。スープサワークリームを添えたボルシチアシュケナジムの特徴として、いくつかのスープが知られている。よく知られたものの一つが、チキンスープで伝統的に安息日、祝日などの特別な機会に食べる。スープには、六ンや米が添えられることもある。シュケデーマラクを添えて、イディッシュ語でマンドレン、マンドラハと呼ばれる。他にも定番として、 ダンプリングの一種クレプラハや、マッツァ茶粉、卵、水、溶かした脂肪、塩コショウで作るクネードーラハがある。クネードラハは、杉越し祭りに、クレプラハは、他の祝祭に食べるという、ユダヤ人もいる。クレプラハの鶏スープいくつかのスープは、肉も乳製品も使わずに調理する。こういったスープは、貧困層の食べ物となった。東欧のユダヤ人の間に見られる。 スープミット西とは、この種のスープを禁言としている。ボルシチスープは、ウクライナの食べ物だと考えられた。クルプ肉などのスープは、オートミール、ジャガイモ、脂肪から作られた。これは、イエシーバーで学ぶ、区学生にとっての主食だった。金銭的に余裕のある家族は、このスープに肉を加えた。結婚式では、金色のチキンスープがよく供される。 名前の由来はおそらく、チーユが溶けて、スープ表面に、金色の輪となって浮かぶところからと思われる。今日では、非ユダヤ人の人々の間で広く、ユダヤ人のペニシリンと呼ばれ、風の特効薬とされている。ボルシチに似た酸味のあるスープが、幾種類かある。そのうちの一つがクラウトもしくはキャベツボルシチで、キャベツ、肉、骨、玉ねぎ、レーズンに、サワーソルト、 砂糖で味付けする。トマトを入れることもある。ビーツのボルシチは温めたり冷やしたりして食べる。冷たいボルシチには泡立てた卵黄を食べる前に加えることもある。それぞれのボウルにはサワークリームを一すくい添える。この最後のプロセスはファルベイセンと呼ばれる。パンとケーキハラーハッターの生地はしばしば象徴的な意味を持つ形に作られる。例えば新年祭りには 我やコインをかたどって、信念が丸く完全であるようにという願いを込める。カリアンの祭り七日目の保ナなラッパーには、我らの祈りが通じて、天国の扉が開かれますようにという願いを込めて、鍵をかたどる。ハマンタシエンは三角形のクッキー、あるいはレクバーや蜂蜜と黒消しの実のペーストを詰めたターンオーバーで、プーリームの祭りの日に食べる。これは、 先制君主ハマンの帽子をかたどったものだと言われる。ムーン・キヘルは、消しの実を散らした三角形、または長方形のウエハースである。ターンオーバーのピルシケは、焼いたり揚げたりした後に、蜂蜜や糖蜜につけた小さなケーキである。シュトルーデルは、デザートとして食べる。クーゲルは、ベ麺、または、マッシュポテトから調理する。東欧のユダヤ人は、 通常の黒パンであるプロステルと白いハルダーを焼いた。最も一般的な形はねじりで、ねじれを意味するルーマニア語インクレイシーからコイリッシュ、キッケと呼ばれる。コイリッシュは楕円型で1.5フィートの長さがある。結婚式など特別な場合にはコイリッシュは長さ2.5フィートに伸ばされる。ベーグルは東欧のバブリックを起源としており、アシュケナジムでは 定番の食べ物である。肉と油ゲブラーテン、ミンチ、エスイヒフライシュエジグフライ一種、酢の肉は定番の肉料理である。エスイヒは、ホーニヒザワーブラーテンとも言い、軽く焼いた肉に、少量の砂糖、ローリエ、胡椒、レーズン、塩、少量の酢を加えて作る。クニッシュは、肉とジャガイモを生地で覆って、焼いたりグリルしたり揚げたりする軽食である。 大部分が東欧に住むアシュケナジムに定番の料理はピエロギである。ピエロギはクレプラ派に似てはいるが別の食べ物で細かく刻んだ牛肉を詰めることが多い。キシカはアシュケナジムの定番料理で伝統的に牛の腸の皮に小麦粉やマッツァー粉、シュマルツ、香辛料を詰めて作る。カチョウや鶏の油を溶かしたシュマルツは常備されている。クリベネスは シュマルツを絞った後の油かすで、東欧の人々の好物の一つとされ、パンに乗せて食べたりする。肝臓を刻んで作るスプレッドは、玉ねぎだけではなくグリベネスを混ぜることもあり、特に北アメリカ東海岸に住むユダヤ人は、前菜、副菜、あるいは軽食としてよく利用する。ライ、麦パンやクラッカーに添えて供されることが多い。ロールキャベツもまた、 ヨーロッパのユダヤ人にとっては貧しく苦しい時代を乗り越える際の食事となった。中世においては食肉よりも乳牛を飼育する方が大切だったのでユダヤ人は牛のひき肉にパン粉や野菜などを混ぜて詰めた。それによりキャベツの葉に詰める肉をかさ増しすることができた。お菓子テーグラハは老舟発車アナー2ス伝統菓子で生地をビー玉ほどの大きさに丸めて 蜂蜜のシロップに浸す。イングベルラハは小さな棒状の生姜等である。ヨーロッパではフルーツジュースから作られたゼリーやジャムがペストリーのフィリングとして使われたり紅茶に添えて供されたりした。貧しい人々にとってジャムは病人のための保存食であったため、それを保存する際にはイディッシュ語でこれを使う必要がありませんように整える習慣があった。簡単に調理できて、 安価な材料で作ることができる上に、落農製品が含まれないので、コンポートは、ヨーロッパ中のユダヤ人家庭で主要なデザートメニューとなり、ユダヤ料理の一部とみなされた。人参のツメス副菜、ツメスは、一般的には加熱した野菜や果物から作られるが、肉を加えることもある。最も定番の野菜は、スライスした人参で作るメーレンツメスである。特に、リトアニアでは、 株でもチメスを作る。南ロシア、ガリシア、ルーマニアでは、チメスを用なし、リンゴ、イチジク、プルーン、プラムでも作る。クレップラックは、ロシアのペリメニ同様ラビオリに似たダンプリングで、小麦粉と卵を混ぜて作った生地を伸ばして、正方形に切り、細かく切って味付けした肉やチーズを詰める。スープに入れることが多いが、揚げることもある。クレップラックは、 プーリームやホシャナーラッパーなど様々な祝日に食べる。スタッフとピーマン伝統的なセファルディムとミズラヒムの料理を明確に区別することは難しいと思われる。これは国外離脱したセファルディムとミズラヒムのユダヤ人に接触交流があるためである。他と同じくどちらのグループもそれぞれが生活する地元のヒユダヤ人の食べ物から影響を受けている。 ジャガイモのブレカスしかし、カシュルートを守る必要性から重要な変更点がいくつか見られる。特に、動物性脂肪の代わりにオリーブオイルを使うことは、この地域に住むユダヤ人に受け継がれる知恵である。動物性脂肪と違って、オリーブオイルを牛乳と一緒に取ることもある。一方、セファルディムとアシュケナジムでは、カシュルートの概念が異なる。 おそらく最も顕著な違いは米に関するもので、セファルディムの日常食では主食であり、杉越祭りにもカシェルであるのに対し、大部分のアシュケナジムは許されない人に言いようとで、許されないと考える。セファルディムの料理で特によく知られるのは、ほうれん草、アーティチョーク、松の実、そして近年はカボチャなど、ヨーロッパのアシュケナジムが利用できない野菜もかなり使用している点である。 料理のスタイルは大部分が中東風で、そこにスペイン、イタリア、北アフリカの風味が加えられる。ミズラヒムのユダヤ料理には、イラク、東、トルコ、クルディスタン、イラン、イエメンのユダヤ人が食べる独特の料理が数多く存在する。チョレンと美味しい食事は、安息日を楽しみなさいというミツワーの重要な部分を占める。そのためユダヤ料理の多くは、 安息日を中心題目としている。経験なユダヤ人は安息日には調理をしないのでこの日に暖かい食事を供するため様々な技術が開発された。そういった料理のうちの一つがチョレントである。チョレントは肉、じゃがいも、豆、大麦をじっくり煮込んだシチューで様々なバリエーションがある。材料を鍋に入れ金曜の夜、 キャンドルを灯す前に火にかけて沸騰させる。それから鍋を温かい場所、伝統的にはブレハという炎を覆うための薄いブリキのシートの上で保管する。あるいは弱火にかけて翌日まで放置することもある。安息日に食べる料理として独特なのはハッラーというねじれたパンである。ドイツ南部やオーストリア、ハンガリーではバルヘスと呼ぶ。ハンラーの表面はよく、 マナを表して、消しの実などで覆われている。暗息日に食べる料理として、他に、子牛の足のゼリーが揚げられる。この料理を、リトアニアではと呼び、ポーランドではと呼ぶ。牛の骨を水、調味料、ニンニク、玉ねぎでぐつぐつ煮る。煮汁を冷ますと、ゼリー状になるので、四角く切り分ける。これによく似たは、ロシア南部やガリシアに起源を持つ料理で。 火からおろした段階で半熟卵と酢を混ぜ、温かいうちに強する。ルーマニアでは、ピーフティ、セルビアでは、パイティと呼ばれ、ニンニク、片ゆで卵、酢もしくはマスタードのソースと共に冷やして強される、陶器の伝統料理となる。クーゲル、特に、ロクシェンクーゲルという名入りの甘い焼きプリンも、安息日の定番料理である。レーズンやスパイスを入れることもある。 甘くないクーゲルは、人参、ジャガイモその他の野菜を組み合わせて、材料とする。伝統的な麺のロックシェンは、小麦粉と卵の生地を、シート状に伸ばしてから細長く切って作る。生地を小さな正方形に切った場合は、ファルフェルとなる。ロックシェンもファルフェルも、通常茹でて、スープと共に供する。ローシュ発射ナー用のリビア伝統の5種の果物ジャム。リンゴ、マルメロ、 プラム、スカッシュ、オレンジ。ローシュ・ハッシャーナーは、ユダヤの信念で、様々な象徴的食べ物を食する。ヨムキプルは、断食日である。断食前の食事は、セウダ・ハモフスケットと呼ばれ、通常ゆっくりと消化される食材を選び、スパイスを控えて、喉の渇きを抑える。スメタナを添えた、ラトキスカリアンの祭りの期間には、屋外に屋根を草で吹いたカリコや、スカ・オタ そこで食事をとる。小屋の屋根に飾られた新鮮な果物を食べることも多い。ハヌカーを祝して油で揚げたものを食べる習慣がある。中世には酪農製品を食べる習慣があった。プーリームのハマンタシシエンスギコシの祭りはユダヤの人々のエジプトからの脱出を記念するもので、この時はパンが膨らむまでの時間さえ許されないほど慌ただしかったという。この出来事を祝して、 人々は、マッツァーを食べ、イースト菌やパン種の作用剤を使ったパンやケーキを断つ。近代では、ラビユダヤ教は、ベーキングパウダーなどの科学的パン種の使用を許可している。マッツァーは、祝日の主食で、杉越の祭りに食べる料理によく使われる。マッツァーボールのクネードラ派のスープは、伝統的な料理である。魚フライは、マッツァー粉でくるんであげる。 杉越祭りの期間には、マッツァー粉と片栗粉でペストリーを作る。パン酒の代わりに泡立てた全卵もしくは卵白を多用し、小麦粉の代わりに片栗粉を使用したエンゼルケーキやスポンジケーキを作ったり、ココナッツやアーモンドのマカロンを作ったりする。手作りのシュムラマッツァー杉越の食材については、セファルディムとアシュケナジムのコミュニティ間に明確な差異が現れる。 アシュケナジムは米を使用しないが、セファルディムは食べる。マッツァーは、伝統的には、小麦粉と卵だけを使って調理するが、エッグマッツァーのように、フルーツジュースを加えることもある。祝祭では、調整党派など一部のコミュニティでは、慣習的に、カシュルートを厳密に守って手作りしたシュムラマッツァーを、食べる。酵母を使用できないためユダヤ料理は、そういくを必要とし、 マッツァー粉とカタクリコを増年剤とした杉越祭りの料理が足したように生み出された。カタクリコは主に細かくひいたマッツァー粉とナッツを使ったケーキに使用される。マッツァーボールのスープアシュケナジムに定番のマッツァーブライは砕いたマッツァーをすりおろした玉ねぎ、溶き卵と混ぜて調理する。パンケーキのマッツァーラーとかマッツァー粉を焼いたフレムゼルも定番料理である。 現代的な料理には、マッツァークーゲルをワインに浸したものも使われる。杉越の祭りのスープやソースを濁らせるために、小麦粉の代わりに、細かいマッツァー粉か、片栗粉を使う。魚のフライやカツレツを作るときには、マッツァー粉と卵をつけて、衣にしたり、湿らせたパンの代わりにジャガイモを詰めたりする。麺は、溶き卵とマッツァー粉で作ったパンケーキを、 くるくると巻いてから切って、細長い形に作り、テーブルに出す前に、スープの中に入れる。ダンプリングのマッツァークレーは、刻んで揚げた玉ねぎ、刻みパセリ、溶き卵、調味料を混ぜて、スープに落として茹でた、小さな団子である。シャブオットには、伝統的に、楽の製品を食べる。ティシュアーベアーブは、断食日,日で、安息日を除き9日間は肉を食べない。 この期間は、乳製品と野菜の料理が準備される。断食の前の食事セウダマフセケとも、また、落農製品のほか、レンズ豆、卵を使った料理である。どちらも古代ユダヤでは、複毛を象徴する食べ物である。一部のアシケナジムは、複毛を象徴する灰を振りかけた片湯で卵を食べる。ウィキメディアコモンズには、ユダヤ料理に関するカテゴリーがあります。ウィキブックスには、 イスラエルの料理に関する料理本があります。ウィキブックスには校舎に関する料理本があります。ありがとうございます。